はい。えー、ザノフィクション、お腹も心もいっぱいに、はっちゃんの幸せ食堂の感想を語りたいと思います。よろしくお願いします。えー、はっちゃんの紹介ですけれども、えー、群馬県の桐生市に、はっちゃん食堂っていう500円で食べ放題っていう食堂がありまして、えー、とにかくお腹いっぱいになって帰ってほしいっていうことで、あの、小学校までの子供は無料でやってるんですけど、 まあお客さんは安いし腹いっぱいになるしでまあいっぱいこうお客さん入るんですけどまあそんなんやってるんで当然その採算が取れなくてまあ自分の年金を切り崩しながらまあ営業してるんですけどでまあそこまでしてやる理由はまあ次で語りますけどまああのそれで思い出したんですけどうちの近所にあのもうないんですけどレンタルビデオ屋がありまして あのそこ、まあ、一日延退すると当然料金がかかるんですけど、まあ、そこのお店、あの、まあ、遅れて、まあ、払おうとすると、まあ、いいよ、いいよって、受け取らないんですよ。で、まあ、そんなんやってたら、まあ、結局、そこ潰れちゃったんですけど、で、まあ、うちの動画とか、ブログ読んでる方なんかは、まあ、そうだと思うんですけど、まあ、薄汚れた世界の住人の皆さんじゃないですか。 でまあ、そういう話を聞いて、まあ、ちゃんと利益を確保しないでバカだなと、まあ、結果論で語ると、まあ、その通りなんですけど、まあ、なんかその人がいいから何とかしてやりてえなっていうでも何もできることがないっていう、まあ、今回のノンフィクションは、まあ、そういうのにまあ近い人なんだろうなとなんていうか、まあ、ビジネス戦闘力であの人の価値は測れないっていう。 まあ、そういうのを分かってほしいんですけどまあでもあのまあきれい事だけではまあ語れないっていうまあ人のいいのを蔑むのはなんか人間としてまあ価値を問われるような、まあ、そんな気がします、まあ、結論はどっちも間違ってないと思うんですけどはいえー、でまあ恩人の万世さんを訪ねるですけど えーとまあ、先ほどの食堂をやってる理由に通ずるんですけど、でまあ、はっちゃんがバイクで日本一周の旅をしていたときにあの、泊まれる宿がないのを、うちに泊まってけと、まあ泊ま、泊めてくれた恩人の万世さんっていう人がいるんですけど、あのその行為にあの感動して、まあ、人に親切にしようと思ってあの、年金を切り崩しながら食堂を始めましたと、まあ、そういう感じなんですけど。 まあ、コロナで食堂を自粛生きる気力をなくすですけど、えー、とにかくお客さん来て食べてもらうのがその何よりのモチベーションだったんですけど、あのー、コロナの影響で自粛してであのお客さんが来なくなっちゃうんですけどでそのせいでそのげっそり痩せちゃってあのやる気がなくなっちゃうっていうまあそういう状態になりましてで えっと、恩人の万世さんが食堂に来るんですけどあのそれでもあのいつ始めるんだっていう問い合わせが多いんで、まあ、再開するんですけど、まあ、当然あの客の入りがいつもより少ないんですけどでまあまた八ちゃんもやる気を失いかけるんですけどその時に万世さんが九州から訪ねてくるんですけど、まあ、そのおかげで、あのー、はっちゃんもやる気を取り戻して、まあ、5年後また来ますって。 っていうのに、またその時私90なんです。でも90まで頑張ります。みたいな。まあそんな感じでやる気に満ち溢れながら、三皿でございます。と。で、まあついてたコメント紹介しますと、えっ、ー、と、今日もあの、いち全部を、あの、紹介しませんが、終始はっちゃんの優しさを称えるコメントが多かったです。はい、総括ですけど、まあお金はあったまんないけど、人の心は温まると。 でお腹だけでもいっぱいになればその人は幸せと。でビジネス戦闘力だけが人間の価値ではないと。えーまあ、今日は感動会っていうことで、まあ、戦闘力鬼低いとか、まあ、そういうことを言っている人に見てほしい教訓会だと思いました。はい、以上です。ありがとうございました。